ちゃ。こんにちは。さあ、ゆたかさん。まあ昨日の動画で一手を打ったというヤクルト。はい。ね。何かわかる？何の一手か。まあ8月31日で補強の期間が、トレードの期間が、トレードとかね、補強だとか、まあそういう期間が過ぎたじゃん。はい。でヤクルトはピッチャー取ったな。そうです。ケリン・ホセ投手。ケリン・ホセ。26歳。はい、ケリンと呼んでくれと。ケリンと呼んでくれと。呼んでくれと。そのままですね。ケリンに。で192センチ90キロの左投げの投手を取ったと。はい、で前の、前ブルージェイズ傘下にいたドミニカ共和国の出身。はい、でマイナーで通算59試合に登板して、はい、防御率まあ 4.53、はい、ということで、まあ、イニング数より多い108の三振を奪うなど奪三振能力の高い投手。はい、うん、奪三振率がね、はい、10点いくつなんだよ。その代わりフォアボール率が8点いくつあるんだよ。結構多いですね。だからまあ制球なんなんだよね。はい、でもハマればっていうところなんだけど、はい、あとはね最速156キロぐらい投げてる、左で。おお、これが160キロ投げれるんじゃないかって言われてるのね。あ、左でね、はい、うん、でこの一手というのは、うん、これ11月までの契約でしょ。そうなんです、短いんですよ。だから今年いっぱいだよね。そうです、もう日本シリーズが終わるまでっていう、これはねもうギャンブルに近いね。ギャンブルに近い。だからヤクルトの中継ぎ投手陣、はい、まあ、石山があんまり良くないんだよね、うん、やっぱり抑えたりやられたりとかさ、もうそういうポジションじゃないわけよ、もう後ろの方はね、はい、マクガフ、はい、まあ、このピッチャーもやられたりやられなかったりとかさ、はい、ちょっと不安定さがあるんだよね、うん、でもここに左の、まあ、今話したピッチャーは2人とも右なんだよね、はい、左で156キロでハマって抑えることができたら俺はヤクルト優勝すると思う。じゃあヤクルトの優勝のキーの一つはこの投手にかかってるってことですか。俺はかかって、だから俺ギャンブル、あ、だから11月まで、よかったら来年もっていう。あ、とにかく優勝するためにまず呼ばれた。ために持ってきたよ、一人。わ、これじゃあギャンブルっておっしゃいましたけど、これ、うん、はまらなかった時は大変。はまらなかったら巨人が逃げ切るから。これはまったら、まあこれからね申請、ビザの申請などにも入るので。そうで2週間の隔離があるでしょ、はい、でそこで、まあ、ちょっと投球の、まあ、練習したりとか少し日本の野球に練習しながら慣れるってこともあると思うんですけど、うん、どうなんでしょうか、この時期に来てこういう投手っていうのは。いや、だからもうギャンブルだよ。そうですよね。だからもう使えなかったらもう優勝はない、使えたら優勝はあるっていうような、もう命運をこう背負って日本に入ってくるよ。ですよね、ぐらいの感覚だと思う、ヤクルトにとっては。はい、やっぱり1枚欲しいもん。どうしてもそうですよね。どうしても欲しい、そこに。はい、うん、でそれをなぜやったかというと、巨人に対して自信ができてきてるんだよね、うん、で巨人の、まあ、昨日もそうだったんだけど、昨日っていうのは、8月31日の1日、ね、はい、試合で、まあ、負けはしたけど、はい、やっぱ中継ぎ陣を打ってくるんだよ、巨人が、はい、あ、ヤクルトが、はい、ね、で結構投手陣も、巨人の投手陣もすごく嫌がってる節があるんだよね、ヤクルトの打線ということに関して、はい、そこで、まあ、お互い打つんだよね。そうですね、中継ぎ陣は、うん、だけどケリン、はい、ケリンと呼んでくれって言うからね。ケリンケリンがこれ1枚加わって、はい、ここびっしりいかれるとやっぱりやばいと思うよ。他の球団も抑えるだろうし。そうですよね、うん、でまた巨人だったり阪神とのその直接対決の時にこういう投手がピシッと抑えてもう勝っていけば確実に優勝ってありますもんね、うん、優勝はあるな。だから、まあ、打線はヤクルトの方が逆にいいかもわかんないよね。巨人より今オスナが止まってるから、はい、ちょっと流れ的には悪いけど、うん、でも流れが悪いなりに昨日でも8点取ってるというね。そうなんですよね、うん、だから俺が考えるに、はい、ヤクルトが優勝するためには、うん、塩見とケリン、うん、この2人だと思う。塩、そうか、この2人がポイントになってくる、ね、ポイントになってくる。すごい役目を担って来日しますね、うん、入ってきますね。そう、うわ、だから制球なんだっていうのを聞いてるから、
だから無理して突っかかっていかなかったらフォアボールの率は高い、はい、でやっぱメジャーとかそういう経験がないピッチャーはクイックが下手だ多分、はい、そういう細かいところまでできてない、うん、ということはスケール付きはある。他球団はただ塁に出れるかどうか、うん、で三振率が高いだけに、ね、バッタバッタ三振を食らうようでは、はい、やっぱもう、ケリンが乗っちゃうからね。そうですよね、外国人投手だし、うん、だからまあそこら辺ボールの慣れそういうものもかけあるけども、はい、まあヤクルトはギャンブルに出たなっていう、ギャンブルっていうかもう博打に出たというかさ、そうですよ、ね、これが活躍してくれたらっていう風な思いで取ったと思う。ヤクルトの、まあ、オスナもそうだしサンタナもそうだけど結構いい外国人を取ってきてるんだよね、働けるですよね。だからそこなんだよ怖いのは。いやいつも外れてる、はい、ね、なんか外国人で、どうなのみたいな、うん、まあ、巨人なんかあんまこう外すじゃない意外と ね、はい、そうですね、ひっくり返るじゃないひっくり返る、そうなんですよ、帰っちゃったりとかそうそうそう、はい、いや だけどヤクルトは結構いい外国人を連れてきてるから、うん、そこら辺の外国に対して そのスカウティング、うん、これは結構な確率で当たるんじゃないかなっていうふうに、はい、俺は思ってるけどね。ですね。しかもギリギリの31日にそうそうそうしてきて、で、巨人と阪神は特になかったじゃないですか。いやもう阪神は動けないよ、うん、もう取れば取るほど迷いになるから。逆にそれはもうそういうことで取れなかったっていうことですよね、うん、で原監督はもう中田を取った時点で補強はやめたね、うん、あ、もうしないっていうふうに、うん、これはもうスクランブルで戦うという。だからウィーラーが一番打ったり丸が一番打ったりだとかさ、はい、吉川を3番に戻したりだとかさ、うん、いろんな柔軟性を駆使 しながら体制を整えようとしてるよね、はい、そうですよね、うん、で唯一ピッチャー取ったのがそうなんです、ヤクルトだったんですよ。そうそうそう、だからヤクルトこれがハマったら、はい、ヤクルトの優勝はある十分に見えてきますよね。現状だとやっぱ巨人の方が一枚上手だなと思ったけど、はい、だからここが一枚加わることによってこれが働けたらすごく嫌だよ、まあ、成績だとかいろんな情報を見るとボール球に手を出さないことだよね。あ、逆にその対戦するチームは完全にボールになるのか、際どいところがちょっとずつ外れていくピッチャーなのか、これはやっぱり実際見てみなきゃわからないから、はい、完全に外れるんだったらもう使えないよね。まあそうですよね、もう絶対使えない、うん、それは中継ぎでフォアボールを出すようなピッチャーは使えなくなる、うん、おそらくシビアなところで使ってくるだろうから、はい、まあおそらくクイックも下手だと思うし、うん、そしたら走れる、うん、おそらく癖も出る、はい、まあそうなってくると困るけど、塁に出さないんじゃしょうがないからね、これは。まあ、まず何も始まらないですもんね、そうそうそう、チームは。だからハマるかハマらないか、ヤクルトは、はい、チーム力としたらもう互角。ただ高津監督がどちらないことだよね、はい、慌てない、ここで慌てないことだよね。あ、そうですね、原監督はどっしり構えるから、はい、ここでバタバタってなった時に、うん、あって焦りが出ないようにしないと。指揮官の悔いが残ると、はい、悔いが残ったり迷いが出てくるとやっぱチームはうまく動かない、はい、これが今の阪神だよね、うんうん、でヤクルトは今のところ動けない、はい、もうこのままもう押し切るしかない、うん、原監督は動きながら勢いをつけていく、はい、この三つどもえは面白いけどね。いや、最後の最後まで面白いですよね、うん、だから阪神が早く迷いがなくなったらチームは復活するとは思うけど、はい、まあ、なかなか前半戦のノリがいいような野球はちょっと期待できないけどね。厳しいっていうことですね。厳しい厳しい。でヤクルトはいつ登板できるかだよね。そうなんです、今ね、コロナ禍だし、さらにビザの発給、うん、隔離っていうの問題があるので、うん、でファームでね、1、2試合はやっぱり様子見ると思うんだよ。そうですよね、うん、で使えると思ったらもうポン上げて、はい、すぐ使っていくと思うんだよね。だからまあ9月の終わり、うん、半ば終わり頃にっていうことですかね、うん、まあ、ヤクルトって意外と混戦に強いからね。あ、そろそろ、いや昔過去の例から言うとさ、はい、みんながもともとしてたらスルスルっといくからね。だからもうあそこはもうミスが出てもうわっしょいわっしょいでやっていくチームだし、はい、
もうそのわっしょいわっしょいに、うん、もう首脳陣が背中を押してあげる、うんうん、それでいいと思う。ヤクルトは、うん、まあ巨人がわっしょい野球ってホームランかこうやってやってるけど、ノリはか絶対にヤクルトの方がいいんだ。もうイケイケオセオセになってくるんですね、うんうん、乗ってくると、うん、じゃあで巨人のポイントは言っとくけど、はい、中田翔をね、はい、あの状態で使うのか使わないのか、この見極めだよ。中田翔が状態が上がってくると、はい、これはねもう優勝する。じゃあ巨人のキーマンは今出ました、びっくり、中田翔選手ですか。中田がやっぱこう岡本の後ろを打つでしょ、はい、ね、だ今は気色悪いよ、うん、他各ピッチャーが、はい、他の球団が、うんうん、やっぱり一発あるしね、うん、でもこれは調子が上がってくると手がつけられないから、翔は。だから中田翔が調子を上げるか上げないかによって、はい、でも原監督は調子が悪いと思ったらポーンと外すと思うけどね、迷いなく。だからそれができるのが原監督だから。そうですよね、だから中田翔の状態によって巨人が楽にいけるか、はい、苦しむか、うん、でヤクルトはこのキリン投手がハマるかハマらないか、そう楽しみになってきましたね。後半戦もそうだよ、それぞれね3チームどうなっていくのかも。そうだよ、はい、キリンと呼んでくれと、キリンと呼んでくれ、はい、はい。